ボスフォート2号ボスフォートはソビエト連邦が開発した有人宇宙船である。ボスフォートとはロシア語で日の出を意味する。ボスフォート宇宙船はボストークに続く有人宇宙船でボストーク宇宙船を改造しバックアップ用の固形燃料逆噴射ロケットを機関船に追加するとともにシートを増やして2から3人乗りに改良された。一方、機関船の大きさは ボストーク宇宙船と同じであったため内部のスペースを確保するために宇宙飛行士の座席を射出する装置をなくした。ボストーク宇宙船では宇宙飛行士は降下時に空中で言い出されてパラシュートで地上に降りていたが、ボス砲ート宇宙船では宇宙船に乗ったままパラシュートを開いて降下し、着地前に逆噴射ロケットで減速する方式になった。また同じくスペース不足のため、 1>, 1号の乗組員は宇宙服なしで乗り組むことになったが2号の乗組員は2人だったため宇宙服を着ることができた。2号には船外活動のために新展式の機密室が設置された。ボスホート宇宙船は打ち上げ時と機関時の緊急脱出方法がないリスクの大きな宇宙船であった。ボスホートはアメリカ合衆国が 二人乗りのジェミニ宇宙船を開発していることを知った。ソ連がそれに対抗して、急遽計画したものだったが、結局無人テスト機のコスモス衛星3機と有人機2機が打ち上げられたのみで、先に開発が始まっていたソユーズに一本化された。1964年10月12日に打ち上げられたボスホート1号では、ウラジーミル・コマロフ、宇宙工学者、 コンスタンチン・フェオクチストフ、医師、ボリス・イエゴロフの3人が飛行した。目的は宇宙での生科学実験と宇宙船内での複数のクルーの役割分担の試験とされたが、実際にはカプセルが狭すぎてほとんど身動きすらできなかったとも言われる。また、プロパガンダ目的として1871年のパリコミューンの旗を持参したとされる。 1965年3月18日に打ち上げられたボスホート2号ではパーベル・ベリアー・エーフとアレクセイ・レオーノフの二人が飛行した。アレクセイ・レオーノフは世界初の船外活動に成功したが、真空状態の中で宇宙服が予想外に膨らんだため、ほとんど身動きできなくなり、危うくカプセルに戻れなくなりかけた。また地上機関時に、 姿勢制,制御装置が動かなくなるなど致命的なトラブルが多発したが、その都度飛行士たちが訓練された通りに冷静かつ迅速に対処して危機を逃れた。当初は新型のソユーズ宇宙船と並行してボスホート宇宙船の打ち上げも続けられる予定だった。しかしこれらの飛行はボスホート2号で多くの問題が発生したこと、ソユーズ1号の死亡事故、 ソユーズ宇宙船と月飛行へのリソース集中の必要性ために中止された。その内容は次のようなものだった。ありがとうございます。